ごま穴子の大きいやつなんですわ。これでもう5、6百が8点ぐらいある、ね、これがもうほんま、俺が魚屋して、これ韓国の旅行行った時に刺身で食べてたやつを、帰って家で刺身下へ打ってみろかって打って、うちの嫁さんが薄造りにしたんですよ。まあ、結構美味しかったね。で、料理屋さんとか、まあ、雑誌とかもいっぱい載ったんですよ。それからもう高くなってね、みんなが真似して、なかなか手に入れへん。もうえらい違いですわ、ほんま。捨てるようなもうね、もう骨切れてなんだ食べられへんようなこう大きい穴子なんですけど、それを刺身にして。めちゃくちゃうまいんですけど。油が乗って。知らん人が食べたらね、ヒラメのエンペラーかな、こっちうまいなとか言う感じ。身もしっかりして、油もいいと思います。